鳴瀬川、江合川の中流域では農業用水の確保のためにため池や取水堰を設けて河川の水を有効利用していました。用水はですね、一斉に水を開けるとどうしても不足がちになるということと、それから白柿時期とそれから夏の渇水時期にはどうしても不足が懸念されるんです。ので反復水はどうしても必要であるので、利用する価値は十二分にあると思って利用させていただいてます。ここでの反復水利用とは、渇水時に通常の排水をため池に入れ、用水として田んぼに流すことです。先人たちの考えた節水技術は今でも多くの農家で活用されています。今は給水栓を開ければ毎日水をかけることができるんですけども、昔は晩水制といって、1週間に1回ぐらいしか水が来ない制度になってまして、どうしても水は足りなかったです。反復水利用は貴重な農業用水を再利用しようと先人たちの考えた知恵の産物でした。排水を無駄にしたくなかったんです。厳しい自然環境の中で水田の水を管理し続けるには知恵と工夫が必要です。大崎高度が世界農業遺産に認定された根拠の一つは、こうした先人たちが重ねてきた努力の賜物だったのです。